今回プレイいたしますのはスイッチ版スーパーマリオ 3D ワールド、プレイヤーはルイージの僕とロゼッタの頭痛さん、そしてマリオのセブンさんです。みんなで力を合わせてコースをクリアしていくんだね。コースは終盤のものですので難易度はお高めですが、協力すれば怖いものなしです。さあ、フォートリアイオンへと向かいましょう。頭痛さん、セブンさん、まずはあの反乱分子に制裁を下さなければならないようですね。さすがセブンさんです。手を取り合うどころか足の引っ張り合いだな。なんだかいきなり協力から離れちゃってるよ。まあ頭痛さんはまず最初に味方を始末するのがルーティーンですからね。ですが先ほどのは始まった瞬間上のおふざけでしょう。ここからは真面目にやってくださるはずです。さあ、フォートリアイオンへと向かいましょう。障害未遂は反応に困るからちゃんと落として。承諾殺人の現地を残したな。あー、ここむずい。この転がして進むユニックマルチで難易度上がるやつ。あ、アンチ発見、これで一安心。デッドヒグー、程度出しレル空間認識能力。いや、まだ我々にはセブンさん。2回目で中間地点まで来れました。あれ以降全滅していないとは思えない残機の減り具合。さあ、このままゴールにまっしぐらですよ。ですがその前にハテナブロック確認。アイテムが出てきたよ。いいね、僕もゲット。もしかして僕いじめられてる？強く生きろよ。5回の可能性を示してよ。あ、あとこれはブーメランが使えるようになるブーメランフラワーですね。へえ、あとここはどうやって進めばいいのかな。今頭痛さんが乗っている円筒形の積み木を転がして右に向かって進んでいけばよかったはずです。そうなの？頭痛さんとセブンスターさんは乗らないで進んでるよ。え、ちょっと待ってください。僕の記憶が正しければこの先転がして進まないとゴールにたどり着けないはずですよ。確かに僕の記憶は信憑性に欠けますが、こればかりは覚えています。引き返してください。おった方、お前の声は届かなかったな。今日の僕の扱いひどくないです。だから言ったじゃないですか。お前が正当な立場にあるレアケース。どうしよう、ゴールまで遠いから普通に飛んでも落ちちゃうよね。今から後戻りも難しいでしょうし、もうあれしかありませんね。まず誰かが誰かを担いでジャンプし、誰かが誰かを踏んで、その後誰かを投げて向こう側に届かせる。これ以上の方法はないでしょう。それ以上に分かりづらい説明もないな。もうやるしかありません。踏み台役は僕がやります。さあ、希望に向かって飛び立つのです。おお、向こう側に届いたよ。これが協力プレイの真髄ですね。開発側該当していないであろう手段で協力性を示したな。そう、道がなくても力を合わせれば道を切り開ける。おった方が伝えたかったことはこれですよ。無難な考えでのみ判断をしていた僕が間違っていました。このゴールはとても意味深いものです。お前の味方をするわけではないが、あの時の判断は至って正常だったと思うぞ。まあ終わりよければ全てよしだよね。おめでとう。ありがとうございます。ですがまだ終わりませんよこの実況。まあこの辺りのコースをいくつか挑戦していこうかなと思います。それなら引き続きファイトだよ。次はどんなコースが待っているのかな。ここは確かあれですよね、一発クリアできるといいのですが。そんなに難しいの？飛びつけ、ゴールボールって。下手すればあっという間に全滅です。気を引き締めて挑みましょう。このコース時間が少ないよ。あれ？目の前にゴールがあるよ。すごく簡単なコースだよ。しかしそのゴール逃げるんですよね。嘘、そんなのありなの？逃げるゴールボールに追いついてゴールするという特殊。やめてくださいよ、もう死にたくない。現在セブンスターさんが先頭でゴールを追っているな。急がねば。あ、だから怖いですって。あ、前の道なくなって、しかも敵が塞いでるよ。ここはブーメランで強行突破。あ、頭痛さん、まあでも残機がある限り復活できますから大丈夫ですね。さあ、蘇るのです頭痛さん。あれ、頭痛さん、ちくわブロックの消滅による連続ミスを懸念して復活する様子がないな。ちょっと待って、セブンさんも落ちましたし、僕だけって。いや、ここでゴールを追い抜ける。これは勝った。あとはゴールに捕まるだけ。クリアはしましたが、何かととっても納得いきません。コースクリアの立役者とは思えないほど間抜けだったな。ここのスロットを揃えれば大金ゲット。最後の目押しは僕にお任せを。ここでしょう。漁師大当たり777コイン、美味しいですね。もうスロットで稼いだお金だけで言っていきたいものですね。決して現実に当てはめてはならないしそうだな。あ、このシーンいいですね。サムネにしよっと。お前のそのつぶやきも合わせてサムネに載るけどな。あそこにあるのはダブルチェリー。取ると自分が一人増える面白いアイテムですよ。それにより攻撃の範囲が広がったり、分身を盾にしてダメージから逃れるといったメリットをもたらします。そんなアイテムを頭痛さんが取りました。共にゴールを目指すプレイヤーの評価を喜べない実情。一体どうすれば。あ、まあそこまで力を合わせなくてもゴールできますから、これでいいですね。ついに協力という方向性を見失ったな。お次のステージはゴーストチックですが、恐れず前進。でセブンさん、そこは危ない。よし、ここもちゃちゃっとクリアしちゃいましょう。テレサのいる道はジャンプで無視です。いいね。あれ、道が見えなくなったよ。しかもダッシュバンザー、これやばいよ。いや、まだ我々にはセブンさん。頭痛さん、まさか。世の中って善行を働くほど損をするんですよね。口に出すべきではない事実だな。よし、次がこの辺りの最後のコースで。
か。どうしたの？苦手なコースなの？あのですね、このコースには砲台ボックスというかぶることで砲弾が撃てるようになるものがありまして。お、砲弾が撃てるなんてすごく強くなれそうだね。そうですね、強いんですよね。これがまあ強すぎて味方に被弾するとしっかりダメージ受けるんですよ。え？本来なら気をつければいいだけなのですが。そのコースはやめましょう、頭痛さん。美的行為を援助願う方向での説得は諦めているな。ああ、もうなんで頭痛さんがホストなんですか。お、一体これからどうなっちゃうの。もうあれですね、覚悟を決めましょう、セブンさん。頭痛さんに砲台を取らせずクリアするしかありません。あからさまに跳ね上がる難易度。さあまずはこの踏んだ矢印の方向に動くイカで先へ。で何、まだ砲台ないのに戦闘始まるの。あ、セブンスターさんが。あ、何者よりも尊いセブンさんの命をよくも。あしからず、今のうちに進みましょう。一刻も早くコースクリアしないと我々の命が持ちません。でも目の前に大砲があるよ。あれが砲台ボックスなの。そうですが、これは位置的にかぶれないので大丈夫ですね。そしてこれがかぶれる危険な砲台ボックス。さっさと消しときましょう。そして華麗に飛び乗っちゃいましょう。あ、砲弾踏んで着地点がずれて、無事次のエリアに着地しました。無事とは言い難いと雑な熱動。熱動を試みても救えないセブンさん。で、砲台取られる。こうなれば取られる前にここで始末するしか。始まった夏の連鎖。そして取られてしまった以上は僕が攻撃して砲台を剥がすとかありません。さあ勝負です、頭痛さん。どうしてこんなことに。あー、セブンスターさん危ないよ。あー、よくもまたセブンさんを。今のダメージはどう見てもお前の攻撃だな。セブンさんを盾にするなんてますます見えてませんね。お前側にあったはずの正当性に疑いが生じたな。下がっていてください、セブンさん。必ずや平和を勝ち取りますから。いつまで続くのこの勝負。あれ？あ、コース上の砲台の弾に当たったようですね。これで束の間の平和が訪れましたよ。ではコースの攻略に勤しむとしましょう。土管の先は水中だよ。水中だと移動速度が落ちてしまいますし、ここにも砲台はあるんですよね。おっと、しかし取らせはしませんよ。あなたに砲台を取らせずこのエリアを突破するのです。どうしようこれ。当然のごとく訪れる理想から最も遠い事態。いや待ってください、ここにある砲台ボックスで対抗しましょう。さあ第2ラウンドです、頭痛さん。あれ、速攻決着ついちゃった。ああ残ってた砲台を。第3ラウンド開始。何のまた早急に対処して。早急に対処を誤ったな。ああこれは違うんでぐ。ああ砲台だ。もうおしまいだ。正義は必ず勝つのですよ。正義というのはあまりにも楽しい。さあこれで上位は去ります。なぜ神はあの者の味方をするのだ。過酷な運命を前に天を仰ぎ出したな。その後、起こるべくして起きた激闘の末、天下両成敗と言わんばかりの最後を遂げたのであった。我々は理解しました。争いからは何も生まれないことを。ここからは諸子貫徹、助け合いの精神を持ってこのコースを踏破するのです。さあ手を取り合いを上へと向かいましょう、頭痛さん。セブンさん、あなたって人は本当にもう。このコースの攻略絶望的だな。そんでもって最悪の事態再来。もういいです、僕は諦めます。さあ奥なら撃ちなさい。あれ、今の絶対当たってるはずなのですが。もしかしてあの砲弾ってしゃがんでたら当たらないのかも。そっか、今僕チビ状態でしたから、その状態でしゃがめば高さ的に当たらないってことですか。まさかこんな簡単に解決できるなんて。僕は無敵です。どうも。もういい、全員消えてしまえ。だって落ち着いてよ、今回ばかりはさすがに同情する。もうよくわかりましたよ。僕には最初から味方なんていなかったってことが。セブンさんも僕の敵だったんですよね。今も僕を攻撃しようとしましたよね。あ、ラッテルがもう何も信じられなくなっちゃったよ。ほら、ここだって後方の砲台を取って僕を始末するために、頭痛さんは左の矢印に乗って動かないわけですしね。そしてこのままですと膠着状態ですので、僕を無理やり落とそうとしてくるわけですよ。ほら、しかしいいのですか。砲台を入手している僕がその気になれば、何もないあなたを簡単に始末できますよ。さあこれが最後のチャンスです。こちらに来て強力の意志を示してください。さもなくば攻撃を。どうせ僕の味方なんていないんだ。もう放送事故だろこれ。あはっはっは、インダー応報ですよ。僕が今まで味わってきた苦しみを味合わせてやりますよ。さあ覚悟するのですよ。あ、負けました。急に正気に戻ったな。それは良かったけど、残機がないからもう復活できないね。このままですと頭痛さんの一人勝ち。お、このゲームってポインター操作なるものがあるのですが、この動く床に干渉できるんですね。初めて知りました。あとこの先は砲弾でギミックを動かさないと道ができないんですよね。このまま進むと床ごと落ちちゃうんですよね。ですから我々の手で落としちゃいましょうね。さながら死者の運命だな。まさかあれだけやりたい放題しておきながら自分だけゴールできるなんて、そんなこと考えていませんよね。もう絶対に落としてやりますからね。これって何をするゲームだっけ。見る側の正気をもう失わせる醜悪な光景。はい、我々の遺恨の勝利です。ストラックアウトです。それではひどく見にくい光景ではございましたが、ゲームオーバーですので、ここまでです。もう今回のことは忘れましょう。視聴者の皆様も忘れてください。そしてここまでのご視聴ありがとうございました。